今日はピーマンの幸せいただきを作ります。めちゃめちゃ簡単です。ピーマンは半分に切ったら種とワタを取ります。すべて取り終わったら切っていきましょう。さらに縦半分に切り、食べやすい大きさに切っていきます。今回は炒めた後に煮るので白い部分のワタは取りませんが、気になる方は切ってください。しらすは熱湯でさっと茹でて適度に塩分を抜きます。30秒ほど茹でたらザルにあげましょう。それでは仕上げていきます。ごま油を引いて温まったらしらすから炒めていきましょう。焦げないように炒め、カリッとしてきたらピーマンを加えます。ピーマンがしんなりしてきたら調味料を加えましょう。酒、みりん、濃い口醤油、砂糖です。焦げないように煮汁がほとんどなくなるまで煮詰めたら完成です。はい、こんな感じでちゃんと食べていただきたいと思います。美味しい。はい、作り置きもぴったりなので、ぜひ皆さんも作ってみてください。めちゃめちゃ簡単です。